関係モデルは江戸川海コットが集合論と述語論理に基づいて考案したデータベースモデルであり関係データベースの基礎となっている関係モデルにおける基本的な前提はあらゆるデータは N 項の関係で表現されるということである数学における関係は二項関係を言うが関係モデルでは関係の概念を N 項に拡張している一つの N 項の関係は N 個の定義域の直積集合の部分集合である。数学モデルでは推論は日の術語論理で行う。すなわち、個々の命題について、進化に世かのいずれかの評価を行う。数学の命題は進化に世かの日であり、未知の値や不適切な値のような第三の値はない。なおコンピュータ科学では、未知の値や不適切な値は、しばしばヌルに対応づけられる。 関係モデルにおいては、日知論理が関係モデルの重要な要素であり、三知論理を許容すべきでないと考える人々と、三知論理を関係モデルで許容できると考える人々がおり、研究者の間で見解が分かれている。関係モデルでは、データの演算は、関係代数あるいは、関係論理を使って行う。関係代数と関係論理は同等の演算能力を持つ。 関係モデルを活用することにより関係データベースでデータベースを設計する人はデータベースに格納する対象となる情報を整合性を備え論理的に表現することができる。情報の整合性はデータベース設計で制約の宣言を行うことで実現することができる。ここでいうデータベース設計は論理設計と呼ばれることが多い。関係モデルの理論には 関係の正規化という過程がある。関係を正規化することにより、関係データベースであるデータベースの設計から、論理的に同等であり、かつ、いくつかの意味でより望ましい特性を持つ、データベース設計を導き出すことができる。一方で、アクセスプランの算出や、その他関係モデルの実装、データ演算の詳細は、関係データベース管理システムのエンジンにより制御、されるのであって、 論理設計は感知しない。論理設計は RDBMS でパフォーマンスチューニングのためによく行われる実践とは水準が異なる。ただしこうしたパフォーマンスチューニングでは論理設計の変更を必要とすることも多い。関係モデルの概念関係モデルの基礎的な要素は定義域インスタンスである。定義域はデータ型と同じ意味と考えて良い。現在は 型と略されることも多い。属性は属性名と型名のペアから構成される。属性の名前と値のコンポーネントの順序、付けられていない集合を組みという。属性値は属性の定義域に適合する具体的な値である。属性値はスカラチもしくはより複雑な構造を持つ値である。関係は見出しと本体から構成される。 見出しは順序付けられていない属性の集合である。本体は順序付けられていない組の集合である。N 項の関係の本体は N 組の集合から構成される。ある関係の見出しはその関係に含まれる組の見出しでもある。関係は N 組の集合として定義される。数学の文脈においても関係モデルの文脈においても集合とは 順序付けられていない要素の集まりである。こうしたシステムは関係モデルに準拠していないとして批判されることがある。数学では組に含まれる要素間には順序が存在し、要素の重複は許容される。関係モデルを考案した江戸川海コットは当初はこの数学上の定義を使って組を定義していた。後に組の概念は変更されたが、 組という概念名は変わっていない。この優れた組の概念により、直ちに重要な規決として、関係モデルの関係台数の直積演算において、交換法則が成立した。現在、表は関係の視覚的表現として、広く受け入れられている。組は、表の行の概念に似ている。データベース言語 SQL では、表の列が順序付けられていることに注意する必要がある。 SQL は関係モデルに準拠していないとして批判されることがあり、こうした順序付けの存在は批判の根拠の一つとなっている。関係変数は特定の関係型の名前付きの変数である。どの時点においても関係変数にはその型に対応した何だかの関係が割り当てられている。関係が含む組の数は例の場合もある。関係モデルの基本的な原理は 情報の原理である。あらゆる情報は関係に含まれるデータとして表現される。この原理から導き出されることとして関係データベースは関係変数の集合であり関係データベースに対するあらゆる検索の結果が関係として表現される。関係データベースには整合性が強制的に適用される。関係データベースで論理スキーマの一部として整合性の制約が 宣言され RDBMS によって関係データベースにアクセスするあらゆるアプリケーションソフトウェアに対して強制的に適用される。関係データベースにアクセスするアプリケーションソフトウェアに関係データベースの整合性の規則を実装する必要があるわけではない。一般的に制約は関係比較演算子を使って表現される。整合性制約を記述するには 理論的には、ただ一つの関係比較演算子、は、の部分集合であるだけで十分である。実際には、便利ないくつかの短縮記法を使うことができるであろう。その中でも、とりわけ重要なのは、候補キー、外部キーの覚醒役である。関係モデルの理解を深めるためには、関係の別の解釈、すなわち、術語論理での解釈を理解することが、一つの方法である。 このことについての説明をクリスデートの著書から引用する。このように実体化した組は、真と評価される命題とみなすことができる。なぜかというと、関係の本体にその組が登場するからである。これに対し逆に、見出しが関係の見出しに適合するが関係の本体に存在しないすべての組は、偽と評価される命題である。この一つ前の文の根底にある仮説は、 平世界仮説として知られており、関係モデルは平世界仮説に依拠している。関係の本体は、述語論理の文脈では、外縁と呼ばれる。これは関係の本体が、関係変数述語の外縁として表現されると、解釈できることが理由である。関係データベースにおける典型的な定義域は、整数型、文字列型、論理型などである。定義域の名前は、INT。 チャー、ブーリアンなど一連の名前が規定される。属性は関係のデータ構造の一部として宣言され、属性の宣言ではその属性名と定義域の名前を指定する。組はデータベース言語として SQL を採用しているデータベースでは基本的に項と同じ概念である。属性名の例はネームや英字などである。属性値は 特定の組の特定の属性に含まれる具体的な値であり、例えば、ジョン・ドーや35などである。関係は表に似たデータ構造の仕様でありまたデータを含んでいる。見出しは関係のデータ構造の宣言である。本体は関係のデータ構造に含まれるデータである。関係モデル以外のデータベースのモデルとしては、階層型データモデルやネットワーク型データモデルがある。 これらの古いアーキテクチャを使ったいくつかのシステムが現在もデータセンターで使われており大容量のデータを扱う必要がある場合や既存のシステムが非常に複雑であるために関係モデルを採用したシステムに移行するには多大な費用を要する場合などに使われている新しいデータモデルとしてはオブジェクト指向のデータモデルがあり近年では オブジェクトデータベースを使うことができるようになっている。2009年現在では関係データベースと比べると使われる事例は少ないものの少しずつ採用され始めている。オブジェクトデータベースの有用性については見解が分かれている。オブジェクトデータベースにはオブジェクト思考プログラミング言語との親和性が高いという特徴がある。一方で一部の人々は オブジェクトデータベース管理システムの多くは正当的な DBMS というよりもむしろ DBMS 構築キットであるとしてあまり有用な技術とは認識していない。関係モデルは形式化された最初のデータモデルである。関係モデルが定義された後に非形式的なデータモデルが階層型データベースやネットワーク型データベースを記述するために作られていった。 階層型データベースとネットワーク型データベースは関係データベース以前にすでに存在していた。しかしそれらがモデルとして記述されたのは関係モデルが定義された後のことであり、その目的はデータモデル間の比較をするための基礎を確立するためであった。19世紀のドイツの数学者、ゲオルク・カントールは集合論を考案した。 アメリカ合衆国の数学者 D.L. チャイルズは1968年の論文ディスクリプションオブエセットティーレティックデータストラクチャーにおいてデータやデータの検索を集合と集合演算を用いて表現する集合論データ構造を考案した集合と集合演算を採用することにより物理的データ構造からの独立性が実現されたこれは当時としては 先駆的な業績であった。江戸川海コットは1970年の論文 a イ e l a t i o n a l Model of Data for Large Shared Data Banks で関係モデルをデータの一般モデルとして考案した。この論文ではチャイルズの1968年の論文も引用している。その後、関係モデルは多くの人々によりモデルの修正や改良が行われた。 クリス・デートとヒューダー・ウェーンは著書ザサードマニフェストにおいて関係モデルがその基本原理を損なうことなく望ましい形でオブジェクト思考機能に対応する技法を提示した。SQL は最初に関係データベースの標準言語となったがいくつかの面で関係モデルから逸脱している。SQL はこれらの関係モデルからの逸脱を根拠として批判されることがある。 2008年現在 ISOSQL 標準は関係モデルに言及しておらず関係モデルの用語も概念も使っていない。しかし SQL を使って関係モデルに適合するデータベースを構築することはいくつかの SQL の機能を使わなければ可能である。まず SQL の用語とそれに相当する関係モデルの用語の対応関係を示す。以下に SQL 標準における関係モデルからの逸脱を記述する。ただし、SQL 標準のすべてを実装しているデータベース、管理システムはほとんど存在しない。ここで述べる関係モデルからの逸脱のいくつかについては、ほとんどの SQLDBMS で逸脱している。ヌルは、ほとんどの SQLDBMS にも存在するが、一つの表に、 同じ名称を2つの列に重複して付けることができるかどうか、名前のない列が許容されるかどうかについては、SQL DBMS ごとに様々である。江戸カイ・コットが考案し、クリス・デートやヒュー・ダーウェンなどの人々により説明されてきた意味での関係モデルに基づいた関係データベース管理システムの真の実装を開発しようという試みは、これまでいくつか行われてきた。 しかし2008年現在の時点では広く採用されるに至った成功例はない。近年のこうした試みの一つとして、ダタフォーという RDBMS がある。江戸川海コット自身は1970年に関係モデルを公表して、数年後に欠損情報を扱うために関係モデルの産地、論理バージョンを提唱した。そして、論文座。 リレーショナルモデルフォーデータベースマネージメントバージョンに、における関係モデルの4値論理バージョンの提唱へと、さらに一歩踏み出した。しかしこれらが実装されることは、全くなかった。その理由はおそらくそのモデルが複雑であったためであろう。SQL のヌルの概念は3値論理システムの一部を、なすものと想定されていた。しかし、SQL 標準と、 その実装に含まれた論理的疎語によりすぐに崩壊した。先の SQL 標準の節を参照。関係の正規化は多くの場合関係データベースの設計時にデータベース設計の論理的整合性とトランザクション性能の向上を目指して行われる。2008年現在、論理設計を関係モデルの視覚的表現により効果的に行うために3つの図の体系が広く、 使われている。データを気構造で表現しようとすると、関係変数群を親子関連を持つ階層型モデルの構造にしなければならなくなるであろう。簡単な複数の関係変数と属性の設計例以上を表にすると以下のようになる。顧客表、注文表、注文明細表、請求書表、請求書名細表、製品表、この設計では次の6つの関係変数がある。 太字でかつ、下線のついた属性の集合は、候補キーである。太字でない下線のついた属性は、外部キーである。一つの関係変数に、複数の候補キーがある場合は、複数の候補キーから一つを任意で選び主キーとする。候補キーが一つである場合は、必然的にその候補キーが、主キーとなる。主キーは、他の候補キーよりも先行して使われる。 主キー以外の候補キーを代理キーと呼ぶ。候補キーは一意識別詞であり、関係変数に組の重複を許さないよう強制する働きがある。組の重複があると集合の基本的定義に違反することとなり、関係ではない別のものになってしまう。外部キーとスーパーキーは複合している場合がある。つまり一つではなく複数の属性から構成されている場合がある。 次に顧客関係変数を表形式で記述する。関係は関係変数に割り当てられる値と考えることができる。新しい顧客 ID12 億3456万7890を持つ顧客の追加を心を見ると、この追加は関係変数の設計に違反するため失敗する。なぜなら、 顧客 ID は主キーであり顧客関係変数にはすでに顧客12億3456万7890が存在するからである。RDBMS は整合性制約に違反することにより関係データベースを不整合な状態にするこのようなトランザクションを拒絶しなければならない。外部キーは整合性制約であり外部キーの値が別の関係の候補キーのいずれかの 値に合致することを強制する。例えば注文関係においては、顧客 ID 属性が外部キーである。結合は複数の関係から一度に情報を引き出す演算である。先の例の複数の関係で結合を行うことにより、すべての顧客、注文、請求書のデータを検索することができる。もしこの時特定の顧客に関する情報だけ、 必要なのであれば、制限条件を使って結合を行えばよい。顧客12億3456万7890のすべての注文を検索したい場合には、顧客 ID12 億3456万7890を持つすべての注文関係の組を取得し、取得した結果に対して、注文番号に基づいて、注文名再関係と結合すればよい。 先に示したデータベース設計には欠陥がある。請求書関係変数が注文番号属性を持っているのである。これは請求書関係変数の各々の組が一つずつ注文番号を持つということである。このことは各々の請求書にはそれぞれ必ず一つの注文があるということである。しかし現実には一つの請求書は 複数の注文に対して発行することができる。また注文なしの請求書が実際に発行されることもあろう。さらに、注文関係変数は請求書番号属性を持つ。これは、各々の注文はそれぞれ対応する一つの請求書を持つことを意味する。しかし、現実世界ではこれは必ずしもまではない。 一つの注文が複数の請求書を通して発行される場合もある。また請求書なしで支払いを行うこともあるであろう。すなわち、複数の請求書が一つの注文と対応することがあり、複数の注文が一つの請求書に対応することがある。これは注文と請求書の間に叩いたの関連があるということである。 この関連を関係データベースで表現するために、新しい関係変数を導入する必要があるであろう。この新しい関係変数の役割は、注文と請求書の関連を指定することである。注文請求書これを表にすると、以下のようになる。注文請求書表をここで、注文関係変数は注文請求書、関係変数との間に、注文関係変数と、 顧客関係変数の間の関連と同じく、一対多関連がある。特定の注文に対する全ての請求書を検索したい場合、という条件をつけて、全ての請求書を検索することができる。ありがとうございます。